Bonjour! 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブル講師のやすこです。フランス語を初めて学習する場合は、フランス語のアルファベット、挨拶などの学習から始め、順序立てて文法事項を習得していくことが何よりも大切です。ステップ1。アンサンブルオリジナルテキスト、文法テキストを順番に学習していきましょう。ステップ2。レッスンは日本人講師、または日本語科の講師と一緒に始め、自分の進めやすい学習のスタイルを見つけていきましょう。ステップ3。最初のうちは覚えることがとても多いです。テキストやレッスンで出てきた表現、ボキャブラリーを毎回必ず復習しましょう。すべて覚えてから次の課に進むのではなく、忘れてしまった表現があれば、その都度前の課に戻って確認をするなど、少しずつ課を進めていきましょう。ステップ4。レッスンで出てきた表現や学習した文法表現を使って、自分でフランス語を作る練習をしましょう。できるだけフランス語を口にする時間を増やし、フランス語に慣れることが大切です。ステップ5。アンサンブル・アン・フランセが提供しているフランス語 TV などを活用して、挨拶表現や一言表現を楽しく学習していきましょう。フランス語学習が苦痛にならないように、どのような学習スタイルが自分に合っているか、講師と一緒に継続していける学習方法を見つけていきましょう。